ばいシンプル料理選手権、どうもいらっしゃいますか。もちです。はい、ということでですね、皆さん卵かけご飯食べたことありますか。はい、あります。美味しいですよね。はい、美味しいです。ご飯とキムチでご飯食べたことありますか。あります。このようにですね、シンプルな料理でも美味しいものは美味しいんですよ。美味しいです。というわけで今回はそんな新しいシンプル料理を僕たちが持ってきてどれが一番うまいのかっていうのを決める選手権をやっていきたいと思います。頑張ります。なるほど。まあ本当にルールは至ってシンプルで2つの、料理かなんかを一緒に食べていこうという、調味料は別途で使用可能です。じゃあやっていきますか。というわけで今回はうまいシンプル料理選手権ですよっていきましょう。はい、誰からいきますか。はい、ちょっと今回、ちょっとごめん。今回最初にちょっと手抜いてるか。やばい。いきます。いや、いきますか。僕が持ってきたもの。はい。こちらです。こちら。はい。何ですかこれ。肉味噌なんですけど。はい。これとご飯食べたらうまいんじゃねえかっていう。やってますよね。これやってますよね、僕。やってますよね、これ。こんなん美味しいに決まったと。そう。だから、ご飯とキムチでもいいよみたいなことをのせに言われたから、こういう系でいいのかなと思って持ってきたんですよ。あー、それはちょっと違うな。それはちょっと違うな。ちょっとまずそうじゃない？まずいわけないよ。今んとこうんこ。だよね。いや、うまいよ。うんちをご飯に塗ってるっていう。あっこ。そう、別にまずいわけじゃない。まずいわけないんだよ。普通にどうこの肉味噌。60点。そうなんだよな。これ肉味噌も別にバカうまいわけじゃない。カットかもしれない。じゃあ僕言っていいですか。はい、僕はちゃんと調理があるんで。はい、行ってきます。はい、歩きです。今回使う材料はですね、シンプル。冷凍うどんと卵1つ以上です。あと調味料でね、このつゆと醤油を使うんですけど、ここは調味料なんで。で、まずこれをレンチンします。4分半ですね。そしたら、この卵をまず割り入れます。どうやんだ。で、このねうどんを解凍してる4分半の間に卵を溶いちゃいます。待ちます。 A few minutes later。 来るよ。はい、キャッチ。はい、入れたらもう速攻で混ぜます。熱いうちに。あ、ほらもう見てわかる？この卵がさ、うどんの熱によってちょっと固まってくんのよ、この。見えますか？こうやって。見える？いや。ちょっとほら、ここら辺とかさ、ちょっと黄色っぽくなってるんじゃん、ちょっと。なるほどね。そう。そしたら、ここも目分量でいいんですけど、このつゆね、だし醤油みたいなやつを、二回しぐらい。あれ。というわけで、春樹の簡単シンプルうまい料理は簡単玉かけうどんです。はい、僕のシンプルうまい料理はこちらです。はい、簡単玉かけうどんです。激うまうどん料理です。なるほどなるほど。はい、まくってみましょうか。いやもうね、マジで信じられないぐらい美味しいから。今のところ「ん？」って思ってるでしょ。そんなにって思ってるでしょ。なんか別に普通のうどんと変わんねえじゃねえか。分かんだよな、マジで。マジでうまいから。優しい。マジそんなもん。いただいていいですか。いただきます。優しいって言葉がぴったりかもしれない。優しいんだよね。優しいのが美味しいんじゃん。なんかな、悔しいな。もっと戦列走ると思ったんだけどな。散々言ってるから。いや散々ではないよ。お前のよこせよ。なんか見たい。まあ俺はわあそこがあったかっていうのを持ってきますよ。なるほど、はい、じゃあお待ちください。はい、はいはい、ということでね、能勢のシンプル料理なんですけれども今回こちら焼きそばとご飯。皆さんね、学生時代のお弁当をね思い出してほしいんですけど、なんかたまにさご飯と焼きそばを混同してくる親いませんでした？でもう俺はありえないと思ってたんですよ。主食と主食は絶対に合わないからやめとけと。でも皆さんラーメンを食べ終わった後にご飯そこに入れたりしませんか？入れますか？入れるね。もしかしたら焼きそばとご飯を混ぜ込んでも美味しいんじゃねえかっていうことに気がついたんですよ。ということでまあ単純に焼きそばを作ってそこにご飯をぶち込めば僕は完成です。まずこれはチンしときましょう。 OK、 じゃあ焼きそばを作りましょう。まあ本来は焼きそばに具材を入れるんですけど今回はそんなね時間はないので麺とソースだけで今回はやっていきます。じゃあいきまーす。待って、菜箸ないじゃん。麺を麺を素手で思ったまずは焦げ目をつけていきます。ごめん邪魔した。おいおいほらちょっと焼きそばっぽくないこの焼き目がじゃあもう水入れます。ここに粉ぶち込みます。美味しそう。でもうまそう。だって俺二段弁当で、うん、下に焼きそば上にご飯のやつ見たことあるからね。ガチで、うん、地獄やね。やばいよね。 OK、 もう焼きそばはもう終わりでご飯入れます。でこちらをほぐして完成です。目をお開けください。はい。うわー、そば飯。そうです、これ焼きそばとご飯です。見た目最悪だけどね。ね、食欲はそそられないね。まあまあしょうがないです。それはじゃあいただきます。こう、おお、まあまあまあ焼きそばですよね。普通に普通の焼きそばと普通のご飯一緒に行きたいよね。そう、一緒に1対1っすね。6つごま、ごまじゃねえよご飯1対1 それで食っていい。なんかなんとなく予想できる気がするんだよな。入れます。そこへ達しょ。めちゃくちゃ予想の範疇間違いなく美味しいですか？うん。薄い。まあやっぱ米、ただの米とソース、うん、焼きそばだから、うん、そのなんだろう、若干ご飯にソースがソース風味のなんだろう、薄いそばとご飯みたいな成功してる本当にこれで。食ってよ。もしかしたらなんか間違ってるかもしれないじゃん。まあまあまあ確かに。大好き。これ？決して美味しくないことはないんですよ。うん、けど俺が今年食ってきたご飯の中で、うん、一番なえるシンプルなえご飯これシンプルなえご飯認定。わーい。これの下、肉味噌の下です。嘘。肉味噌の方が俺幸せだったもん。嘘。どう実際俺順番的に、まあ、自分の肉味噌これなの、うん、どう？どっこいだな。ここがどっこい、こいつした。おいおい大好きなんだってこれ。お前の下、貧乏じゃあ手を合わせてください。ごちそうさまでした。